よう、ホワイトデーとやらにこの高杉晋作に会えるとは実に幸運だぞ君は。まあホワイトデーがなんだかよくは知らんのだが、僕を借り出した以上面白くならなきゃ嘘ってもんだ。僕と君とで目一杯楽しむとしようじゃないか。で、何でも先のバレンタインとやらのお返しがもらえる人かなんとか聞いたが、は？僕が渡そう？おいおい、もらってないんだが僕は。タイミングがおかしいだろ、タイミングが。いや、もらう前に先にお返しをするってのも面白いか。うん、そうだな。割とふざけてて面白いな。よし、前渡しだ。遠慮なく受け取ってくれたまえ。僕も期待しておくから、来年は派手に頼むぞ。というわけで、高杉ログインボーナスを申請しよう。察しの通り、一日もらい損ねたら、一日分損をする仕組みだ。人生にチャンスはいつ訪れるかわからない。そして、訪れたチャンスは逃さないことだ。ま、とにかく考える前に、ログインしておきたまえ。そんなわけで、すでにマンネリ化してきた高杉ログインボーナスだが、何か不満があるなら、事務局にでも言っておいてくれたまえ。いや、むしろ面白そうな案を提出しておいてくれ。もちろん僕も何か考えておくとしよう。うん、どちらが面白いか、勝負だな、これは。ログインボーナスを渡すだけじゃつまらないから、花火でも上げて盛り上げようと思ったんだが、ご覧の通りたった今暴発したところだ。いやー、ログインボーナスで危うく死にかけるとはなかなか持ってるな、僕も君も。ああ、いいところに来たな。今、社員旅行の行き先の希望を募っているところだ。どこか行きたいところがあるなら、言うだけ言っておきたまえ。旅行なんてのは、行けるときに無理やりにでも言っとくといいぞ。楽しめるときに楽しむのが、気持ちのいい生き方ってもんだ。ところで、今更ながらに思ったんだが、会社にログインするだけでボーナスがもらえるとか、いくらなんでも紙企業すぎないか、我が社は。社員食堂の漬物もうまいし、休憩所では自由に一服できるとか、今から僕も就職したいぐらいだぞ、これは。楽しい高杉ログインボーナスも、いよいよ今日で最後ってわけだ。それにしても、終わってみればあっという間だったな。ま、短い間だったが、僕も面白かったし、君も面白かっただろ？面白き、こともなきよう、面白く。うん、自分で言うのもなんだが、やはり名言だな、こいつは。さて、ここまで僕にやらせたんだから、鍛えさせてもらうぞ。そう、これからの君にな。